はい、では続きからやってまいりましょう。前回はシルフカンパニーのビルを攻略して、無事攻略できたので、次はじゃあジムに行こうかというところからのスタートになっておりますね。街の様子もだいぶ変わって、君はどこから？マサラタウンからか。のどかでいいよね。のどかっていういい表現をしてくれたな。大きくなったら憧れのシルフカンパニーで働きたいなー。どうなんでしょう、結構ブラック感もありますが。この人は？山吹は電力の消費量も桁違いだね。しっかりメンテしないとね。ああ、そういえば電力の供給がなされているんだな。どっかから電気を引っ張ってきてんだ。万歳、ロケット団がいなくなった。ビビらないで外歩けるんだ。みんなビビってたというわけですね。あ、コイルだ。キーン。理科系の男がコイルを見つめている。鋼タイプのジムはないけど好きです。鋼タイプ。フェアリーにも強いよ。お！すげえお得な情報をもらったな。次行こうとしてるのがフェアリータイプのジムなんだよね。もしかして、ロケット弾を払ってくれたの？君？返事をしなくてもその目を見ればわかるわ。お！これ受け取って、パトロールセット？あ、着替えのやつだ。いいじゃないですか。君っては私よりよっぽど警察官ね。山吹の部屋を守ってくれてありがとう。確かに警察機構は全く機能していなかったからな。ちょっとは、恥を知った方がいいですよ。じゃあ私が、警官としてね、取り締まっていきましょうか。ビシバシと。あー、なるほど。あー、こういう感じか。あー、ちょっと紺色と白と赤でおしゃれだな。靴がさ、もうちょっとなんか欲しいよね。まあまあまあ、とりあえず着替えましょう。バッグは？おー、このマークが、なんかラピュタっぽいマークが、あれなのか、ここの警察のマークなのかな？何を表しているのかわからないけど。ピカスケもなんかもらえたのか？帽子。あ！あー、なるほど。そうねー。なんかもう何もないとちょっと違和感を覚えるようになっちゃったな。パトロールキャップじゃ被ってみようか。かわいいし。洋服も。あー、なるほど。まあ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 。そしたらメガネ合わせて、黒縁。まあちょっと違う縁のメガネも欲しいけど。とりあえずはいいか。いいね。かわいいかわいい。よし。OK。で、ここだ。山吹シティポケモンジムリーダー夏目、エスパー少女。ということで、まあ、次はエスパーをガンガンに使ってくるということが予測されますね。何聞くだろう、エスパーって。純粋に考えれば、エスパーだろうが何だろうが、火で燃やせば、火で燃やせば大体倒せる。だいたい消し済みにできると思うんだよね。だから湯加減かな。湯加減を入れ、ガウリ、いやーどうかな。草ってどうなんだろう、エスパーに。草。虫と心を通わせる。虫は何も考えていないから、エスパーが効かない。っていう、やつ。ちょう。で、このマンドレと宮部くんは毒が入ってるので、出せないよね。虫飛行か。中身出るもいいんだろ。あ、虫毒なんだ。ちょう、虫毒か。じゃ、ちょうじゃなくて中身出るを入れなきゃダメだ。はい。こんな感じでどうでしょうかね。ちょっとね、スパータイプの攻略法がまだ分かってないんだけど、まあ、とりあえず基本的にはピカスケを入れておいて、湯加減ガウディ、この辺は、エスパーは燃やせば、消し済みになるだろうということで。で、フェアリー、妖精タイプには実はエスパー効かない説ないかなっていうのが一個。で、虫とは心を通わせられることができないので、エスパー効かない。で、レクサス、氷。まあ、
大体氷点下ではね、エスパーだろうが何だろうが生き残れないよっていうことで、まあちょっとね、なんかあるんじゃないかなというので入れてみました、レクサスを。というわけで、こんな感じでちょっと攻略できたらいいなと。で、湯加減がドラゴン技を覚えているので、湯加減でちょっと押していけるんじゃないか説があるんだよね。ちなみにボールから出してみようか、湯加減。せっかくだから。あ!わー!なるほど!湯加減乗れるんだ!こりゃすごい!低空低空だなぁ。あ!ポッオの、なんだっけこいつ。ポッオの、ポッオだ。いる。ピジョットだ。ビビー。ロケット弾がシルフを襲って大事件って聞いて、ピジョットで飛んできたっす。解決したすんません。根っからの野獣まで。あんまり、格好と合ってない喋り方するね。おロケット弾やっつけたのは子供たちだってすごいな。お前、はぐれ研究員じゃないのか。山吹きしてもいっときは、人が逃げて減っちゃったけど、賑やかな街に戻るわ。うんうん。まあまあいいでしょう。とりあえず、これで一戦戦ってみて、それで判断しよう。火が効くかどうかとかね。では、頼もう。久しぶりの事務戦。うわー、なんだこりゃ。すごいなー。わー、ビルの上なんだ。オース未来のチャンピオン、きらびやかで驚いたか。関東地方一番の都会山吹シティジムには、挑戦者も多い。レベル45以上のポケモンを持ってるくらいの強いトレーナー当てないと、この先には進めないぜ。お前はどうだ?45以上はないよ!うちの中身出るを見てくれ。マジか!あー、追い返されました。レベルが足りんとな?あ、そう。どうしよう。そうなんだ。せっかくいろいろ準備したのにな。じゃあ今度は左上の、こういうやつら。こういう世紀末感があるやつがいたから、そこちょっと覗いてみようか。45はちょっと驚きだな。全然足りなかったね。そうですか。緑縁。ドット。メガネを。緑って結構緑なんだな。明るい緑なんだね。もうちょっと暗いかと思ってたけど。まあまあまあ、これにしましょう。せっかく買ったし。で、小物を。あー、ドット柄、そうか。こう、白黒なんだ。色味がなー、もうちょっと。ちょっと違ったら、チェックとかの方が良かったかな。キュートリボンかな。あー、なるほど。あー、なるほど。こうなりますか。ちょっと色味がちょっと合ってないような気がするけど。まあ、これはこれで。これはこれでだね。これはこれでです。よし、いいでしょう。とりあえず、ここを、秘術、毛下げりで切って、切って落とし、そのまま、進んでいき。お!なるほど!確かそういえばここではもっと飛べるって言ってたな。すごい飛べる!わあ!無視して進めるじゃん、トレーナーたちを。水の方にはいけない。あ!なんか見たことある。あ、なんか見たことあるポケモンが、ずらり勢揃い。ちょっとネタバレみたいになっちゃってるから。いかんどこ降りれるのこれ。あっ、ん、下を見渡して降りれないのかこれ、ひょっとして。ああ、降りたいぞ。降りるにはポケモンをしまわなきゃダメか。おう、なるほど。飛んじゃうんだな、逆に言うと。えいへい。あ、
ん？襲ってくるのか？だとこら！でこら！てめえが狙うだ！で、何見てんだよね。お前が狙うとやんなきゃいけない。バット街の近似。バット街なんだ、お前は。いわーく。岩とか、そういうタイプのを出してくるのか？岩か、こっち飛行だからちょっとダメだな。あれ？岩相手だと、レクサスって氷となんだっけ？水か。じゃあ、レクサス出そう。相手36か、でも高いな。レクサス初戦闘です。岩なだれ。え、抜群だったぞ。あれ、おかしいな。岩技は水、効かないんじゃないのか？氷が岩に弱いのかもしれないね。ちょっと、これメモっときましょう。重要なことな気がする。こっちの水、水技がないんだよね。そうか。じゃあちょっとやめとくか。でもそうするとな、出せるポケモンが、おらへんぞ。ちょっと氷の技も打ってみよう。そしたらわかる。氷のつぶて。これでわかる。効かないか、効くかが。抜群取ったぞ、氷で。岩アクって岩と土だっけ？ちょっとわかんないなぁ。岩アクって岩と地面。それ、後で調べてみよう。とりあえずこのままだと調子が悪いので、ピップ。ピップ。岩なだれ。ああ、まあ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 、まあまあ痛い。フェアリー技が、ムーンフォース。ちょっと使ってみようかな。ムーンフォース！あ、地震！うわー、痛い。どうじゃ？おー、月の力を当てた！あ、強っ！純粋な火力の高さ。いいね、ピップ。ベトベトンは、おそらく毒。毒。とりあえずそのまんまで行ってみようか。ムーンフォース押しでいけないかな。ピップのムーンフォースズン！あ、全然効かない。今一つだ。ということは向こうの攻撃、ヘドロ攻撃。ダー！毒か。ピンチで泣きそう。多分毒だよな。じゃあポケモン交代しましょう。中身で行ってみようか。中身出る。嫌な音。まあまあまあ、これはなんか下げられるぐらいだから。多少は防御が下がるのか。虫か、サイケ光線。虫使ってみようかな。虫のささめき。うわぁ、効かない。今一つか。虫は毒に今一つなのかな。あ、今一つって書いてある。そうか。じゃあ、サイケ光線で。サイケ光線！抜群だけどこんなもん。お、でも混乱した。いいね。さあ、混乱しているぞ。うわー、でも嫌な音は出してくる。はいはい。サイケ光線！あーる！よし。ふぅ。なんとかなりました。オッケー。手じゃねえぞ。
な、その前なんつったんだよ。天じゃねえぞ。1008円。いいね。せえな、ここでダラダラしてるのが楽しいんだよ。こんなお花に囲まれて、お花に囲まれているのが楽しいのか。まあまあ、いいけど、好きにしてくれたらいいんだけど。パンパンパパペー。パーティー構成をちょっと変えましょう。まず火が多くてもしょうがない感じがあるので、ピップ戦闘で行ってみようか。で、ボールから出してみよう。あー、こんぐらいのサイズなんだ。へー。かわいいかもしれない。ちょっと赤ちゃんみたいでかわいいかもしれないな、ピップ。おいおい、てめえら、何見てんだよ、ね、やら。こっちピップだぞ、このやら。おうおう、そのポケモン俺にくれ。てめえら、ね、やら、ちょっと、だがにゃら、かかってかいかにゃら。誰だってめえがにゃら、鉄郎がよ、このやら。変な顔しやがって。なるほど、鉄郎はそういう感じの、ネズミを愛するタイプなんだな。ネズミポケモンは、ノーマルかな。ノーマルだとちょっとわからんが、指を振ってみていいかな。ちょっと気になるよね。いろんな技が出るわけでしょ？ランダムで。ちょっと使ってみよう。必殺前歯。いてえ！めっちゃいてえ！指振った！ダブルニードルが出た！しょうもねえのが出たな。毒にもならねえし。52くらったのか。52くらいましたので、下手すると死んじゃうけど、下手しなかったら大丈夫なので、歌うわ。次のターン眠りか。どうせ次のターンに帰らなきゃいけないから歌っとこう。出た、ひたすまえば。耐える。これは耐える。うし。ピンチで泣きそう。頑張れ。ラーラーラー。よーし。寝やがった。ここでポケモンチェンジです。ピップ選手。ノーマルだからな。ちょっとわかんないんだよな。何がいいのか。ガウディ行っとこうか。寝てます。寝てるところに、噛み砕く、火炎放射、逆輪。逆輪混乱しちゃうから、ここは火炎放射で。火炎放射ー！うれい！ズン。よし。まだ寝てるな。で、このまんま、火炎放射押しで。あー、目覚ました。早いな。あーっ強っ。くっそー、強いな。ガウディの防御力がちょっと低めなのかもしれんな。ドガース。これは入れ替えで暗い穴。暗い穴の地面攻撃でいけるよね。ドガース。はいはいはい。地面が地震と穴を掘るか。じゃあ、地震で。うん！ズン。強い。何万匹もの暗い穴たちが地震を起こしてるからね。見えているのは3匹だけど、この地中にもうすごい量の、いるから。サイホーンは岩地面かな。岩地面なので、岩地面なので、効くのが臭いないので、暗い穴のまんまで抜いた方がいいのかな？もしかしたら。サイホーン。暗い穴の
トライアタック見せてくれ、どんな技か。おお、なるほど、なんか3つの何かが要素が出て効果は今一つなんだよ、今一つか。穴を掘ろう、ここは地面に潜り、相手のメガホーンをかわし、暗い穴の穴を掘る攻撃。お、抜群だな。ドリルライナー出たー、グーグワー。だが抜群取ったからよし。なんで抜群取るんだ。地面タイプだよね。地面岩じゃなかったっけ。ノックアウト。すごい。目、すっごい目つぶってるこの人。悔しいのかな。もういい、ポケモンはいらねえ嫌なことがあると拒否する子供だな。うちの軽トラを見てみればいいんだよな。軽トラは、地面岩。ってことは岩タイプが地面の攻撃に弱いのかもしれない。ちょっと抜群ハテナにしとこう。よし。続きまして、お前じゃい。これ、マテリアル使っていて、やったやったやれやったやれねやったやったバッドガイのカツアラやったはい。カツアラがアーボックアーボック僕は毒毒毒なのでわからないです。わからないのですが、じゃあエスパーが効くサイコキネシース。ヘビニラミ、何それは。うん、麻痺か、なるほど。あー、体がしびれて動けない。心配させないと気合で麻痺を治した。おい、ピップピップすごいなぁ。最後キネシース。黒い霧、何かが下がるのでしょう。すべてのステータスが元に戻った。ありがとう。ぬん、よし、抜群だが半分か。最後キネシース、また黒い霧。お前は一体俺が何かのせいで強いと勘違いしてるな。違う、これはピップの純粋な強さだ。そういうステータス上昇の効果はないのだよ。強いて言うなら愛。愛は黒い霧なんかでは消えしないぜ。鬼ドリル、鬼の鈴木のあれか、飛行タイプなので、ここはポケモンを入れ替える。ピカスケでいいか。ピップ交代。ピッカピカだ。鬼ドリル、首が長いだけどバチバチアクセルでおしまいです。ガメガメ。はい、減り方が尋常じゃなかったね。ヒットポイントが通常の3倍は減ってたの、スピードで。よーし、ボンバーなんだよ、ボンバーって。どういう意味だよ。昔はこの辺でバイク乗り回してたのに、つまんね。なんで、もう乗れなくなっちゃったのか、怒られてるのか、花畑だからやめなさいって。これだけだったな、でもな、なんかがあるってわけではなかったね。じゃあ、このまんま下に向かうべきなのかな。ちょっとなんか不安要素はあるんだけどね。レベル的にどうだろうとか考えちゃうけど。さて、じゃあ今度ちょっとここを進んでみましょうかね。ポケモンロード。わー、いいポケモンだね。よく見せて。ピップのことなのかピカスケのことなのかわからんが。キャンプボーイのジュン。コダック。なるほど。シンジ武田か。水だな。水だから、
ヒップのままちょっと行ってみようか。ムーンフォース、うん、普通の強さ、普通に純粋に強い。乱れ引っ掛け、なるほど、引っ掛いてきた。はあ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 、いや結構引っ掛くな。5回当たったぞこの野郎。ムーンプリズムパワー、えい、はい、単純に強いなこの技相性とか関係なく単純に強い。コダック、そのままでいいかな。ピップ押しでいきましょう。グワグワ、昔はうちの信じたけどもあんな可愛かったのにな、どこへ行ってしまったのか。やれ、いいね、特攻も下がるし。嫌な音出た。こいつもまさかこんな幼少期から嫌な音を覚えているだなんて。やるじゃないか、うちの信じたけどが苦節30何年で編み出した技をいとも簡単に。俺、よし、どうじゃい、見事なケツや。そうだろう、前髪よく見ろ、ピップの綺麗な色してるだろ。この先はポケモンロード、散歩してもいいし勝負を楽しんでもいいんだ。ほう、散歩してもいいし勝負を楽しんでもいい、そうですか。いい傷薬を見つけたよ。この辺の中なんか気になるよな、こいつら。シャワーズとろーり。とろーりとしているシャワーズが。ちょっと待って、シャワーズで襲ってくるんだろ？水だよな、多分な。ちゃんと対抗策を考えて行きましょう。じゃあガウディの代わりに入れてみようか。ほら、パッパーン、私のポケットモンスターと勝負しない？ポケモンって略さなかったな、こいつ。ポケットモンスターと海外のことを気にせず言ってきたな。なかなか強いピクニックガールのミホ、精神が太い。シャワーズ、あーなんか可愛い、エリザベスカラーしてるじゃん。去勢後だ、去勢して間もないシャワーズ、超可愛いな。なんだよこいつ、ドリルくちばししてやるぞ、うちのデスドードンが。うわー、あれあれ、抜群じゃなかったな、これ。多分間違えてオーロラビームなんだ。チャオファオ待ってくれ、飛行が水に効く。あー、一段間違えていた、草でした。そりゃそうだ、そりゃそうだ、デスドードン戻れ草電気。バカメガ、かわいそう対決で、うちのピカスケにかなうとでも。ピカチュー！オールナビーム！これは水技なのか？水技ではないのかもしれんな。なんだかわからんが。なんだかわからんが。わからんがです。かわいいなぁ。おうちゃい。あん！ポケモン友達募集中、よろしくね。なんだよ、こいつ。出会い中だったなぁ。出会い系だった。回復しよう。デスドードンは、いっか。愛情のなさがひどいけど。間違えち、俺の間違いにより、ただただダメージを受けただけで、デスドードンは帰っていく。3匹いたよな、確かな。あ、いた。次の、あれはなんだ？サンダー？いや、違うな。エレキマン。電気なので、
岩じゃねえわ。地面だ、地面。危ねえ。これもう間違えちゃうな。暗い穴を先頭に出して、暗い穴で攻略と。よし。サンダースだ。ギザギザ。あらーん、ポケモンみたいに可愛いドレーナーさんね。年下好きだったとはな、まさか。大人のお姉さんのヨーコ、いけない香りがするな。サンダース。可愛い。この、可愛いな、こいつら。羨ましいな。だからこっちの暗い穴も可愛いぞ。暗い穴の地震だ。ミサイルバリー。なるほど。虫タイプだっけな。違うかな。4回当ててきたが大したことはない。地震。スパー。はい。どうじゃい。油断しちゃった。油断じゃない。お前はポケモンを見せていたことが、まあ油断っちゃ油断だな。だからな。油断していたのだ。だから結局お前は。悔しいけど、お姉さんは大人だから許してあげるわね。許すも許さないも、措置から挑んできたんじゃろかい。最後は火、ブースター？ブースター？水といえば、うちのシンジだけだ。ボエルダンボエルダンって何？ウェルダンの上だな、多分。よっ。君のポケモン見せて見せて見せて。見せて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 。じゃあ見せてやろう、俺のポケモンを。俺の可愛い可愛いシンジだけでも見せてやるからな。ブースター。あー、可愛い。こいつ、すごい胸元モコモコしてて、いいなーと。髪の毛もなんかちょっと、可愛い。可愛いなぁ。可愛いね、君ね。熱湯をかけてあげる。電光石火。うん。おれ。ついたわ。あ、一発ではないのか。なるほど。じゃあ、水鉄砲で。はい、電光石火。オッケー。よーし。満足しました。信じたけどで満足してもらえたらしい、どうやら。いろんな人のいろんなポケモンを見れて幸せ。よかったですね。チラシが貼ってある。道具投げ捨て注意。道具投げ捨て注意とは何のことだ？シルバーコロンを見つけたよ。わ、なんだこれ、うわ、な、馬馬ポケモン、ポニータ、ポニータ、なんかの言葉で愛しい人とか多分そういう意味を持っているだろう。ポニータ、スペイン語とか。あ、今天才的にうまかったけどな。左にポニータ全く捕まえる。うわーん、うわーん、ポニータ、ポニータレアだったのかな。レアだったのかもしれない。もっといいのぶつければよかった。あ、ポニータ、ポニータ、そこを当てるの難しいんだよね。ポニータ、よし。おお、中見てるか。38。ポニータが登録されます。炎、火の馬ポケモン。ものすごいジャンプの後の着地の衝撃はひづめと足の筋肉で和らげる。なるほど。ポニータ、この前足の前足の後ろの部分からも火出てると、ちょっとあれじゃないの、大丈夫なのかこれは。気にしないのか、もう
可愛いけど炎タイプいるんだよな、うちもう2匹。出番があるかどうかだね。まあ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 、でもとりあえず名前をつけてあげましょう。ポニータ。はい。ポニータの名前はポーニータにしました。文字数がね、あと1文字あればポーニータアツシかアツコにしたんだけど。あ、まあ炎のカリスマね。ファイヤー、サンダーファイヤーパワーボムでおなじみ。ポーニータアツシ。すごい上手いこと言ってると思うんだけどな、これは本当に。ポーニータにしましょう。いいですね。お、どうした？ピップ、あ、ピップ消えた。どうしたピップ、鼻の、うん、どうしたピップ、お、ピッピッピッ。ピップは茂みの中から何かを見つけた。金の七の実、なんかいいやつじゃないか多分。ありがとうピップ。ブイ、あ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 、おっほ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 、おー、ブイ、とうとう出ました。あー、これは可愛い。マスターボールを使いたいぐらいですが、ここはズリの実をあげて、ブイ、くー、めっちゃ可愛い。すでに可愛い、すでに可愛い。くっ、ブイ、あ、ちょっと待って、ダメだ、動揺で可愛さのあまりにちゃんと投げられない。ブイ、よし、グレート。顔面と同じぐらいだったな、このボールの大きさ。ほい、ブイブイ、こいつよく飛ぶ、ブイ。止まってて、一旦止まってて、止まってて、あー普通だったけど、まあいいでしょう、いいでしょう。ほい、ブイブイブイ、エクセレントブイ。はいはいはい、やー、やったー、いいブイを捕まえたー。よーし、とうとう私の元にもいいブイがやってきました。ブイかわいい。進化ポケモンっていう名前なんだ。様々な姿に進化するイーブイの遺伝子は進化の秘密を解き明かす鍵だ。なんかちょっとすげえ複雑な業を背負っているな、イーブイ。めっちゃ可愛い。動き見る、鳴き声聞く。ブイブイブイしか言わないのか。なるほど。はあはあ、はあはあ、可愛い。やったー、 EV だー。おん、男の子、名前つけてあげよう。じゃあ VE、 可愛さがなくなっちゃうな。やめよう、やめよう。はい、EV の名前はイーブンにしましょう。可愛さとしてはピカスケとイーブン。もうほぼ互角と言っても過言ではないということで。イーブン。いいでしょう。あれなのかな？でもうちのピカスケすごい喋るけど、イーブンはあんま喋んないのかな？ポケットモンスターレッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイっていう多分二つのに分かれてて、なんていうのかな、お供ポケモンっていうのかな、相棒が違うんだよね。だからひょっとしたらそんな喋ってくれない可能性も、なきにしもあらずだけど。でさ、進化してるじゃない、さっきの多分シャワーズとかがそうだと思うんだよね、サンダースとかが。ってことは、3匹捕まえないと、EV と他の3匹っていう風なのを一緒に連れてくってのはできないのかね。それもなーっていう感じするけどなー。ちょっと EV と一緒に歩いてみてもいいかな。あーはー、かわいい。あー、これはかわいい。くー、 PPA ダーを見つけましたが、これはずるいな。ピカスケとほんとイーブンだね。お互いのゲージ版、同じポケモン
同じレベルでも取るたびに能力が少し違ってて育つと違いが大きくなる。あーなるほど、そういうのは大丈夫です。個体値ってやつでしょ。大丈夫です。ではこいつは、アブクゼニか。アブクゼニは水だから、よし、万年亀は万年ってことね。亀エル強そうだな。うちのことを一つ勝負お願いするよ。上等だ。うちのマンドレに勝負を挑んでくるとはな。ユーリ、いい名前だね、ユーリ。あ、3匹持ってる。クソ、話が違うぞ。マンドレ、ではメガドレインで、もう早速吸い取り続けよう。冷凍ビーム、何それ、ずっ、グッ、抜群、なんだと、なんで抜群なんだ。冷凍ビームは水技じゃないのかな。氷か、氷が草に効いてる可能性がある。ちくしょう、毒かもしれないのか、ちょっとわかんないけど、多分草じゃないかな。まあでもこのまんまメガドレインでいいかな。うん、冷凍ビーム、ぐーぬぬぬぬ、いって、吸い取り続けろ。よし、よし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 、オッケー。さあ続きまして、おマンドレ39、いいよ、素早さが上がった、いいね。レアコイルは電気と鋼の可能性がありますが、地面で抜群を取れるので、暗い穴を下げている。暗い穴が下がっているので、どうしようかな。このままマンドレで行った方がいいかな。そしたらね、そんな気がする。レアコイル、メガドレインで、ラスターカノン、グーッ、ベッ、純粋な火力の高さ、頑張れマンドレ。まあまあまあ、こんなもんか。今一つか。しかも草技が電気に今ひ、あ、電気に今一つじゃんね。みゃん、みゃんみゃん、みゃんみゃん、見間違えてたな。どうすっかな。ガウディちょっと出してみるかな。途中から出したくないんだけどね、本当はね。入れ替えでガウディで、ラスターカノン、グイーン、今一つ、鋼は火に今一つ、なるほど、言わんとすることはわかるが、ダメージがでかい、純粋に。いやー、これ回復入れてってもなー。おれい、いくつ食らってる ?97、47 だから50食らってる、50食らってるね。これ耐えられないわ。ダメかー。ちょっとガウディ、もうちょっと体力があればな。レベルっていうのもあるのかな。まあ、ピカスケかな、じゃあね。ベガベガ！お、10万ボルトを使ってきたぞ。いてっち。今一つでこのダメージめちゃくちゃ強いな。まあ、こっちも今一つなんだよね。雷で。
よ。どうじゃい。まあ今一つでしょう。トライアタック、なるほど。ツンツンツン、いやーん、いやーん、強いよ。レアコイル弱点取れないときついな。回復して、トライアタック、プンプンプン、いっちゃっちゃっちゃ、いっちゃっちゃっちゃ、雷漏電させてやれ。漏電しろ。あとちょっとだったが、次のバチ役で一応決められる。雑、うえきつい、頑張れ。先制取れる。バチバチアクセル、エガエガ、よし、ふぅ、強いな。よしよしよし。ガウディ38。フレアドライブ、何ですかその技は。炎技、フレアドライブ。炎をまとって突進する。自分もかなりダメージを受ける。やけど状態にする。いや、このかなりダメージを受けるっていうのが、戦略的に使いづらいよね。威力はめっちゃ高いけど、一発で倒したい時とかはまあいいんだろうけどね。火炎放射は、とりあえず技マシンで覚えてる技だから、この技を忘れさせとこう。フレアドライブ。さあ、最後の一匹は何が来る？ガラガラか。地面。ガラガラは地面ですね。なので、マンドレが、マンドレきついなぁ。出して、回復。そうだね。ペガいけ、マンドレ。ペコ、ペコ、ペコ。ウックスオーレを使って回復しましょう。よし、マンドラは喜んでいる。骨ブーメラン、パンパン。いや、痛いな。でもな、メガドレインヌン。よし、骨ブーメラン、痛い痛い。だが先制取れてるからいける。メガドレイン、よし、ふぅ、強いね。やっぱりおじゃい。負けてもうちの子は可愛いから、勝ってもうちの子可愛いし、お互い様だし。ありがとう、うちの子と戦ってくれて。なかなかやるな。この影は？なんか風車が回ってんのか。なるほど。ちょっと一旦戻って回復してこようかな。そうしましょう。パラパパ、お、どうした？うい、うい。あ、消えた。うい、うい！茂みの中から何かを見つけた。パイルの実。いいですよ。ただちょっとあまり、このうちのイーブンを可愛がってると、ピカスケの視線が、ピカスケの視線がちょっと痛いな。大丈夫かな？お、どうした？お前可愛いな、さっきから。おい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 。もう、やめろ！うちのピカスケが。うちのピカスケの目、視線が怖いんだから。あんまり可愛いことするな。パンパンパパパー。ピーカチュウ？
キカスケは鉄塔のカバンが気になるみたい。なんだろう、ちょっと放置してたら急に、あ、カバンが気になるってお前、なんか食べたいってことじゃん。これあげよう、これ。これ。バナナみてえな。具合が悪くなりそうなバナナみてえな。縁日に売ってるやつあげる。お前の色合い変だぞ。申し訳ないけど、俺が着せといて申し訳ないけど、今日のお前の色合い変だな。ララ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 ラ、おー、どうしたの、お前はもうさっきからちょっとアピールがすごいな。ブイブイ、イブはベンチの下に何かを見つけたみたい。ファイルの実をもらったよ。ありがとう。ありがとう。なんだろう、ここは。あ、なんかいるな。あれはなんだっけな。なんとかかんとかだな。格闘、格闘っぽいポケモンがいたね、今ね。なんちゅう名前だっけ、お前は。怒り猿か。プンスコスコーみたいなこと言ってたな。プンスコスコー。すげえ、怒ってることだけは分かった。格闘だから、ってことは、うちのピップで、いけますね。俺、突っ張ることが男の、たった一つの勲章だって、この胸に信じて最後です。怒り猿。ポケモンロードだからみんな出して歩いてるのか。そういうことか。だから、まあ、わかりやすくていいけどね。レベル38高いな。だが、うちのムーンホースで、トンボ返り。なんだそれは？ん？トンボ返ってなくない？あ、なんだ？あ、トンボ返りってそういうことか。いわゆる、空中で、まあ、爆中とか、爆点とか、トンボ返りって言うけど、取って返すこともトンボ返りって言うもんね。で、ゴローンに変わるのか。なるほど。結構やらしい技だな。だから出てきたゴローンがかわいそうだけど。出てきたゴローンかわいそうじゃないそれ。急に目の前に放り出されて。でも使い勝手良さそうな技だね。よし。ピップ39。ピップのお尻すげえ気になるな。怒り猿、あ、ま、怒り猿がいるのか。まあ、そのまんまでいいです。もうトンボ帰れねえだろ、お前。帰るとこないぞ。お前の田舎はなくなったぞ。あ、また帰れるの？お、なんもなかった。トンボ返りって何技なんだろう。ムーンフォース！はい。うわー、ちょっと残った。くー、そうですか。最後キニシスで。ズン。格闘技なのかな？今一つだけど。よし。オッケー。なかなか厄介な技だったね。ガー。ガーガー言うとりますが。お前も突っ張れ、信じる道を行け。古いんだよな、まずちょっと、その。あ、びっくりした。ほどかな掲示板。ポケモンを捕まえるときは、色のついたリングの中にボールを当てよう。リングが小さいときほどナイススロー、グレートスローが出て捕まえやすくなる。なるほど。そういうのもあるんだな。捕まえやすさも変わってるんだ、あれで。不思議な雨。こいつは、トレーナー、エリートトレーナーだよな。ヘイ、ポケモンロードって和むよね。おー、あーごめん、ぼーっとしてたな。僕、コーチトレーナー勝負したいのから勝負じゃ！かかってこい！望むところじゃ！何を出る？布師だ。変な名前。鬼ドリル！
飛行タイプの鬼ドリル。ここはピカスケに変えます。有無を言わさずピカスケ。レベル40高いね。ピカチュー。ドリルクチバス、ドリルクチバス、今一つ。バチバチアクセル効果抜群。ペーダツン。よし、さあ次は ティアーってあれだ、うちのチョウーンだ。チョウーンは虫と毒だっけな。火効くよね。書いてないんだよな。火、虫書いてないな。火効かないのかな。ひょっとして試してみよう。ガウディでフレアドライブを打ってみようかな。一発で落とすつもりで。ガウディ、スピアー、先制取れればいいけどね。フレアドライブ、どんなもんだろう。あードリルライナー、あードリルとして、うわーなんだよー、めっちゃ強ない。ガウディちょっと最近いいとこなしだぞ。ついなー。虫だから草は出せないでしょう。気候か。中身出る。ドリルライナーって岩？岩かな？だから火に抜群取ったのか。多分そうだな。くそー。やさしゅ。ダブルニードル！よしよし、よし、抜群。いけいけ、相手の方が早いな。ああ毒になってしまった。チキショウ。おれい、オッケー。いやー、まさかそんな技を使ってくるとは思わなんだ。あー、毒が痛い。次は？サンドパン。地面岩。中身出る交代。マンドレー。サンドパン。メガドレインで。ぐいぐい行こう。わあ、ドリルライナーまた来た。やめてくれ。いーて。よいしょ。よし。いやー、すごい回復した。全開だな。これは強い。ドリルライナーめっちゃやってくるじゃん。よいしょ。ふぅ。どうにかなった。布志田強かったな。強いね、すごいね。なかなか苦戦しましたが楽しかったな。君ならこれ使いこなせそう。あー、ドリルライナーもろたで。技マシン58に入ってるのはドリルライナー。急所に当たりやすいギュルギュルって技だよ。ギュルギュルっていう技をもらいましたね。命中低いのかな。ドリルライナー命中95だ。結構あるね。あー、今んとこ覚えないけど。ドリルライナーは地面技か。なるほど。あー、とりあえずガウディが瀕死だな。これまだ遠いかな、先。もうちょっとっぽくない？あ、赤地区シティって書いてあるからもうちょっとなんじゃないか。銀のパイルの実をここ見つけたよ。ガサガサガサ。チラシが貼ってある。ゲームを投げるな。モンスターボールを投げる。お。
なかなか皮肉が効いてますね。あー出た、大人のお姉さんのウツボ、ウツボットだっけ、エロいポケモンだよ。あーまだ結構先が長、あー長いな先が。ナッシーいたな、ちょっと一回帰ろう。パパパパパ、ちょっとどうしようかなと悩んでいることがありまして、それはこれマンドレとガウディを進化させるタイミングがいつなのかということなんですよね。リーフの石と炎の石があるので、ああ EV にも使える、これを使うことによりマンドレとガウディがそれぞれさらなる進化を遂げるはずなんだよね。で、どのタイミングで進化させていいのかっていうのがちょっとわからんので悩んでるんだよね、ずーっと。もっと待った方がいいのかとかあるんだけど、最終進化をしているキャラクターも多分中に何人か出てきていると思うんだよね。アブグゼニとか多分もうあれで最後だと思ったりしてるんで、ポッとかね。だからそろそろいいタイミングではあるのかなっていう気がしてます。なのでちょっと進化させてみようかな。うん、マンドレが進化、多分なんか見たことあるやつだよね、花咲くんじゃなかったかな、おそらくそうなると思う。よし、ではここでマンドレをリーフの石で進化させてみましょう。お、来た、今寝ているマンドレがツン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 、この頭の上の4つの茶色いのが花開くのでしょう、おそらく。おー開いた、あーやっぱりこれ見たことある、かわいい、かわいくなったな、ラフレシアに進化した。よーし、ラフレシアが新しく登録されます。フラワーポケモン草毒、毒の花粉を振りまくために大きな花びらを揺らすとものすごい音も響き渡る音出るんだ、やっぱりマンドレイク的な要素は残してるんだね。かわいいじゃない、いいじゃないですか。これ強くなったのかな、でも、あ、ちょっと待って、かわいいかも、ドットでもかわいいかもしれない。あーいいじゃない、あ体力も上がってるよな、これな、132ある。ああ、いいね。よしよしよし。じゃあ、この調子でガウディも進化させちゃっていいのかな?ちょっと強さ見とこうか。99、ヒットポイントが99で、攻撃72、防御37。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ちょっと、ここ、写真撮っとこう。写真撮っとこう。これ。よーし。ガウディどうなるんだろう。ちょっと想像つかないな。大きくなるのかな。なんかでも、今のね、感じの進化の見てるとさ、結構えぐいことになる可能性もあるんだよな。ガウディ、こんな見た目可愛いけど。進化すると取り返しのつかない感じになる可能性も否定はできないが。行こう!ガウディ、進化で。ガウディの様子が、ああ、どうなるのかな?ちょっと不安だな。この、顎と口、鼻周りの部分だけがすごい突出して前に突き出すとかになったらどうしよう。いや、でもなんかちょっとシュッとするんじゃないかな?どうなるのかな?わからん。どうなるのかな?おー!ふさふさになるんだ!ウィンディー!ちょっとなんか風要素も取り入れつつみたいな?ウィンディーのデータが登録されます。あ、強そう!伝説ポケモン!お前伝説になったな。東洋で伝説のポケモン、軽やかに走るその姿に虜にされるものも多い。へー!2メーター近くになったなぁ。すごいすごい、あーすごいすごい !126! 超強くなったんじゃない?やっぱ進化するとそれだけ強くなるんだなぁ。わーいいねぇ
データの比較を見ると、ヒットポイントがまず、27上がってるね。で、攻撃力も30近く上がって、防御も20いくつ上がってる。素早さも上がって、特防特攻もすごい上がって、うわ、めっちゃ強くなってる。すげえ。いいじゃないですか。やったー。進化させるもんだね。かわいいかわいい。これ、あれかな、中身出るってもうこれ以上いかないのかな限界かな、こいつの。よーし、やったー。ちょっとじゃあ、マンドレと歩こう。わー、でかい、かわいい。ちょっと足遅くない、マンドレ。ちょっと置いてかれてない、頭が重いのかな。わー、すげーかわいい。やったねー。これでじゃあ、ちょっとね、やっぱり、ガウディが、なんかちょっと心もたないなっていう感じがあったんだけど、この進化により、十分戦っていける人材へと成長したのではないでしょうか。ちょっと遅くて消えちゃったよ、向こう側で。めっちゃ可愛いな、マンドレ。わーい。どんどん進んでいきましょう、この調子で。あ！あー、捕まえといた方がいいのかな？捕まえといた方がいいのかな？いやー、でも、V！ これ悩んじゃうなー。いや、これで捕まえられなかったらそれはそれでしょうがないっていうことにしよう。進化をさせるのがさ、こいつ3段階だから、あ、3股に分かれてるってことだよね。なんか俺もうまっすぐ投げられない。EV の前では俺、コントロールが抜群に悪くなるな。ああ、一発で捕まえられちゃった。どうしようかねーって、ここ悩みどこだよねー。進化させるなら残しといた方がいいだろうし、いっぱい捕まえた方がいいだろうしって感じなんだよね、多分ね。ちょっと考えましょう、この辺についてはね。使ってあげられるかもわかんないしなー。お、草だな。あ、ってことはこれ、ちょうどいい。ちょうどガウディの腕試し。並び替えて、ちょっとガウディも出してみようか、ボールから。乗れるんじゃない？ガウディクラスだと。あー！でかっ！でっけ！え、こんなでかいの？もう捕食者の威厳があるな。すげえでかい。ちょっと前が見れないから、ちょっとこう右に傾いてるのも可愛いな。えいへい！あ、いなくなった。一汗かいて痩せちゃおう。お。確かに、このガウディは熱を出すが、痩せるだけで済むかな？骨だけになる可能性もあるぞ、テイコ。打つドン！テイコの打つドンに対して、このガウディが、うわー！伝説だな、これは。一匹か。フレアドライブちょっと見てみたいけどな。どんぐらい減るのかも知っておく必要があるよね。フレアドライブで。おー、これはフレアドライブ。どんぐらい減るのかな、ヒットポイント。126から。あ！めちゃくちゃ減った。30減ったか。やっぱりちょっと難しいな。痩せましたか？汗かいて痩せたかしら。まあ、お前は痩せたかもしれんが、お前の後ろのこのうつどんは消し爪になったぞ。どん。ああ、いいね。フレアドライブはちょっと使い方考えなきゃだね。あ、びっくりした。ノーマル。ノーマルのペルシアンだな。ペルジャー。ランチパックを出そうか。強そうなランチパックが小さく見えるもんな。中見ると交換で。ランチパックと歩いたことってあったっけ、俺。ちょっとランチパックも出してみていい？おー！王者の歩き方だね、もう。
あ、でも走ってもくれるのか。よし。ペルペル、泣き方。上がってこい。君はバッドキッズ？それともグッドキッズ？俺はどちらにも属さない。バッドでもグッドでもない。ノーマルキッズだ。ジェントルマンのテイラー。ヘルシーアン。ランチパック。では、ランチパックの、カラリ。あー、ま、相手の方が早いな。よし、切り裂かれる。そんな程度でこの筋肉は切り裂けないぞ。チョップ。よし。いいですね。だんだんこの相性も分かってきて、あ、グレートキッズと呼んでくれた。攻略もしやすくなってるね。昔はサイクリングロードで治安が良くなかったが、ポケモンロードになってからだいぶ落ち着いたね。サイクリングロードと、あ、バイカーたちが、サイクリングとそのバイクを間違えてしちゃったってことか。これはナッシーだなぁ。たまたまからナッシー、あ、すくすく育っているナッシーが。こいつなんだったっけなぁ、なんか変な攻撃してきたんだよな。ランチパックじゃダメだった気がする。でも草だよね、これね、どう考えても。なので、ガウディを。ガウディ、あーでもなんか、エリートトレーナーだか、コーチトレーナーだかじゃないか、こいつ。強えんかな。かわいいポケモン連れてるイケメンどこかな。目の前。節穴。サエコ。なかなか、いい名前じゃないか。サエコはナッシーを繰り出した。こいつなんか念力的な変なの使ってきたんじゃなかったっけな。だが、うちの、わ、あいつ3匹も持ってる。ここは熱風で。ガウディの熱風。うん。あ、足りないか。サイコキネシス。ちょっ。先生は取ってるよね。先生は取ってる、頼む。もう一回先生で。よし、危ねえ。めっちゃ痛いじゃん、結局。進化してなかったら落とされてた可能性すらあるな。よーし。マンドレ40。マンドレもちょっと戦う姿見てみたいんだけどな。スターミー？人手みてえなやつだよな。あいつ人手っていいのかな？人手だとしたら、水だから、草が効くよね。なので、マンドレ。進化したマンドレのデビュー戦が見られますね。マンドレ。おー、いいね。この頭の花びらで威嚇してたね。花粉をお前にこすりつけてやろうかと。スターミーは、まあ、メガドレインでいいのかな。火力的にも多分メガドレインが一番だよね。うわあ、凶悪だな、近づくと。マンドレも。あー、スピードスター、速いな。バババ、大したことない。メガドレイン。よし。いいね。まあ、次は、そんな吸い取れないだろうから、逆に普通の吸い取るでいいかな。スピードスター。よいしょー。 OK。 さあ、お次は何が出てくる。お、ピップ40。ピップもだいぶ成長したね。あ、イーブンが34に上がった。球根、草かな。ってことは火がいいんだけど、ガウディがちょっと瀕死なので、電気が効かない可能性があるか。じゃあピカスケ出しとこうか。
カスケベガキューコン、うわあ、キュービのキツネ、なんか草じゃねえなこいつ、なんだろう、ノーマルなのかな、ちょっと電気っぽさも感じるが、わかんない、わかんないときはとりあえずバチバチアクセルで様子を見ましょう。ベガベガベガ、抜群取れないね、急所に当たっただけか。火炎放射火なのかこいつ、おお危なかったな、じゃあ下手すればやられてた可能性があるね。マンドレがバチバチアクセル、すごいかっこいいね、何から進化するんだろう、キューコン、よーし、どうじゃい、やだ声に出てた、何がなんかを声に出してたのか、ちょっと聞こえなかったけど、ポケモン連れてると話すきっかけになるのよ。なるほど、おうちのランチパックが見てますよ、話したがってますよ、あなたとちょっとお話ししてやってくださいお見合いが始まった。球根火なのか、火なのかな、それともたまたま火を覚えてただけなのかな、ちょっとわかんなかったね。ではおっと、あれは、あ、これロコンじゃなかったっけ、これが球根になるのかな、可能性ある。まあとりあえず相手は火なので、水をぶっかけてやるか岩をぶつけてやるかの二択になるらしいので、ランチパークと交換で、よし、はなーりはなーりしてるわ。おれ、君優しそうだから負ける気がしない。お、言うな。だがこの優しさは何から出ていくかわかるか、厳しさの裏返しなんだぞ、チエリさんよ。ロコン、うん、あ、こいつも3匹か、かわいいな、ロコンもかわいいね。だがうちのシンジだけだも負けてない、負けてないぞシンジだけだ、大丈夫だぞ、ネットぶっかけてやれ、その可愛さのところに。おりゃ、ズパーズパー、よし、続きまして、不思議そうか、草毒ガウディ、死にかけた交代、ガウディ、火の粉より火炎放射の方がなんか強かったりするのかな。熱風、熱風か、熱風よりか、おりゃー、よし、オッケー、お、ピカスケが44、もう一個上がったら一応挑戦はできるんだな。なあ、プクリン聞いたことあるぞ、プクリンどっかで聞いたことあるな、うわー思い出せない、名前から言うと水っぽい感じがする、なんかあぶくの感じを感じるけどな、マンドレーにしとこうか。どんなんだっけプクリンって、パーパーパー、あーあー、ピッピの上か、エスパータイプ、え、フェアリーか、フェアリー、エスパー、どっちだっけな、フェアリーかな、そうするとちょっとよくわかんないんだよね、フェアリーって悪と鋼が効くらしいが、よくわからないので、妖怪液ってそんなでもないよね、メガドレインでいいかな、メガドレイーン、まあまあまあ普通に吸い取ったね、のしかかり、なるほど、うっす、大したことはない、では葉っぱカッターで、葉っぱカッター、さっ、あ、そんなに効かないんだな、
メガドレインと比べるとやっぱり全然違うね。メガドレインとこうか。ぬん。どこから吸い取ってんだろう。この、おでこっていうか、頭頂部のなんか、丸い穴からに吸い取ってんのかな。よし。オッケー。あれ負けたの？そうです。あなたの負けです。バッドガイ、よく見かけるけど、怖そうで嫌だわ。なるほど。バッドガイがやっぱのさばってた時期があったってことだな。人とポケモン、共に歩く道。はい。うちのピップ、進化しないけど、なんかやっぱ石がいるんかな？ピップの進化には。レベル40ぐらいだともう進化しても良さそうだよね。18番道路。特に何もないかな？お！ここはポケモンロードポケモンといつもより歩こう。いつもより歩く。どういうことでしょうか？さあさあ。ポケモンロード、こちらからは上り坂です。上り坂とかあったのか。なんかあるな、上に。お、ピクニックガール。積蓄しているポケモンは街のみんなで育ててるのってガイドブックに書いてあったわ。ほう。それまたどういったことなんでしょう。マサラタウンが見える。お、さよならバイバイ。泳いでいる人が見える。お、なるほど。海水浴がやってるところがあるのか。ひょっとしたらこの先に。水着のお姉さんがいるのでは？わあ、なんだ？なんかいるな。まだ先があるのか。あ、着いた。シンジ武田がいる。あとなんか、なんだあれ、アンモンナイトみたいなのが沈んでない？右上。なんでしょうか。ここちょっと気になるなぁ。なんだろう、この空間。一旦行ってみようかなぁ。やっぱ襲ってくるか。こういう草むらを見つけては新しいポケモンいないか探してるのさ。ほう。下を向いて歩いているわけだな、じゃあお前は。鳥使いのユースケ。鳥使い。鬼ドリル。なるほど。鳥タイプなのか。草効かないんだな。草効かないんだわ。岩か電気だから。まあ、ここはピカスケでいいか。あとで、暗い穴とか出しとこう。ピッカチュー！取れるくちばし。お！俺の掛け声に合わせて、避けた。避けろ！避けろ、ピカスケ！一発で。はいはい。はい。ブラララララララ。続きまして。ドードリオ。デスドードンか。ルーダー。はい。ドージェイ。参ったか。合う。お金も結構もらえたな、取り使い。乗れるポケモン持っていたら僕もライドしたい。ドードリオには乗れないのか？乗れそうだけどな。とりあえず並び替えとこう。地面タイプ。4度メモもちょっと上げてあげたい気持ちがあるんですよね。そういえば電気タイプがうちピカスケしかいないのか？そうすると、この捕まえたイーブイを、いや、イーブンを電気タイプ。いやーでもそうするともう電気になっちゃって。あれだよね。ちょっとなんかピカスケが悲しい目をしそう。電気はむしろピカスケだけで良いのでは。めっちゃ狭いところにすげえいっぱいいるな。クルックと僕の指笛。お、指笛ってクルックってなる？本当の指笛聞かしてやろうか。俺が今、現実で。これが指笛じゃ。
初めて家の中で指笛鳴らしたからうちの猫ポケモンたちもちょっと何事かって起きちゃった。さあかかってこい、指笛対決。何が出てくるかな。鳥使いのハルト、ピジョット、はいはいはい、おおね、暗い穴、暗い穴の、あれ俺間違えたな違う違う、間違えた、岩だ、岩がいいんだ、地面はダメ、ごめんなさい、ごめんなさい、勘違いしてました、暗い穴は地面でした、すまんな暗い穴、お前は暗い穴に帰ってくれもう一回いやーこの辺ちょっと間違えちゃう、ちょっと地面と岩が俺の図だと隣に並んでるんだけど、表だとこれ離した方が分かりやすいかもな。なんかそういうこと言ってる間に避けてくれた、ありがとうピカスケ。じゃあバチバチアクセルで終わらせようね、この戦いを、虚しい戦いを。ペーカよし、ガオン、ああ暗い穴が、とはいえレベルが上がる。あ、ガウディも39、いいね。どうじゃい、キジも中ズバ打たれまいにってことか、まあ、そうなのかな、うん、泣いてしまったからな、お前が今しがた泣いたから俺に打たれたわけだね。海が近いから週末はピジョットと潮風を楽しみに来るよ。ほうほう、そういうことですか。ちょっと表ちょっとだけ変え、いじって変えよう。この岩と地面を見間違えちゃうのがどうも良くない。ちなみにさ、もうここもさ、横列もちょっと色変えて分かりやすく、見やすくした方がいい気がするね。地面タイプか、ちょっとな、軽トラとか使ってみたいんだよな。35なら戦えなくはないんじゃないか、軽トラなんか覚えるんじゃないかな。技マシンからちょっと見てみよう。ドリルライナーは覚えている、軽トラ。火炎放射覚える。ああ、竜の波動も覚える。ちょっと軽トラさ、なんか好きなさそうだよね。素早さは遅いけれど、なかなか隙のない技構成じゃない？これ。ひょっとしたら軽トラ強い可能性が出てきたな。ボールから出してみよう、軽トラを。あ、やっぱ軽トラ乗れる！わーい！軽トラに乗れる！超いいじゃん！ぶつかってやろうぜ、これで軽トラで。あれあれ？オッケー。ちょっと、でも操作しづらい。そこの、お前、お主じゃい。この辺りは僕らの縄張りだ。縄張り狭。そうか。ちょっと狭いところに追いやられてんだね。やっぱなんか、障害っていうのあるもんね。糞がどうのっつって進む。ちゃんとカゴに入れとけ。カモネギ！うわー、カモがネギショットやってきた。軽トラで。ぶつかってやるわい。軽トラの岩落とし。電光石火、なるほど。なるほど。今一つ。うれ。いいね。じゃあ、あ、10万ボルトもいけるね。雷技だから。電光石火。ぬん。抜群だけど、そんなに効かなかったなぁ。なんかあんのかなぁ。岩落とし。電光石火ってノーマル技だよね。ノーマル技が今一つなのは、何に今一つなんだろう。地面か岩に今一つなんだなぁ。これはちょっと重要な情報な気がする。覚えておこう。今一つ、今一つ、はてなと。
カモネギを繰り出そうとしている。そのままでいいかな。果たしてこのカモネギが飛行なのかっていうのがちょっとね疑問が残るところだけど、まあ岩落とし。ゴッドバード、ゴッドバードチェンジ。え、どうなったの今。なんか羽が空へ飛んでいったが、次のターンなんかあるのかな。超怖え。なんだろうゴッドバード、ゴッドバード当たらない。なんなのだゴッドバードとは、ちょっとわからない、怖い。一体何をやろうとしているのか全然わからなかった。またカモネギ出てくる。何なんだろう、常に岩を落とし続ける電光石火。結局ヌン、ヌン、いいね、安定感ある。オッケー、お、マンドレ41。ふう、なんかすっきりした顔してるなお前。誰でもお気に入りのポケモンを取りに行く場所があるだろ。あ、ここだってことね、それがお前にとっての。分かったよ、来ないよもう。でも暇さえあれば乱獲してやるからな、うちの軽トラが。気をつけとけ。街の中はもう襲ってこないよね。ラプラス素敵、どこで捕まえられるのかな。ああ、ほんとだ、俺はもう手に入れてますがラプラスを。ボールに戻して、マンドレ可愛いからやっぱマンドレと歩いてよ。よし、さて、ここは何だろう。工事、おかしいな。アツコとポケモン取りで待ち合わせって、鳥ポケモンが見つからない。工事、アツコと待ち合わせしてるのか。お？ピカピー。あ、ヤドン。ヌボー。ピカチュウ。好きなのかな、ヤドン。あ、あ、ガルギャゴンだ。ルーア。あー、かわいい、ガルギャゴン。あ、無視した。ピカスケ今、上のラッキーのこと無視したな。やっぱ怖いから。うわ、なんだあいつ。あ、危ない危ない危ない。ブルモア。ブルモアポケモンだ。なんだこいつ。怖ー、バッファロータイプ。あ、信じたけだ。ぐわぐわ。上のなんか、オウムガイみたいなの超怖いな。アンモナイト。チャー、最終的にチャーって言ってたな。ここは何？いっぱいいるね。いろんなポケモンいっぱい、サファリゾーンへようこそ。なるほど。サファリパーク的な場所があるのか。へぇー。ガルギャゴン。おやーいっつってた。お前は？あのアイテムボール欲しいって思った？僕もさ、あれ生き物なの？マルマインだっけ？ビビリ玉か。ノードグ。ノードグ。ちょっと恐ろしい鳴き方してる。ホフキー。デバフ、バフ。デバフって言ってるな。なんでデバフなんだろう。どうや？鳴き方変だぞ、こいつら。お、お前は？このラプラス、年寄りだけど綺麗だろ。年寄りなんだ。昔は一緒に波に乗ってどこまでも旅したものさ。すーい。ラプラスはもうあんまり泳げないから。あとは俺もここでずっとそばにいてやるんだ。優しいな、お前。聞いてくれてありがとうな。お礼に水の上を進める秘術、水走りを教えてやるよ。ピカスケ行けるのか？あんたのピカチュウ一緒に覚えたいって？水ポケモンじゃないのにできるかな？お、舐めるなと。
舐めるな小僧と言ってますよ、うちのピカスケが。ラプラスと同じいい目をしているな。アムロ君、いい目をしているな。アムロ君、いい目をしているな。あ、違うわ。ランバラルだ、言うのは。よしよし、わかった。じゃあ教えるぞ。いいか、水の上でバランスを取るんだ。重心を落として上足で安定させろ。大丈夫かな、電気なのに。ピカスケ、お、まさかサーフィンを。ピカスケは秘術水走りを覚えたよ。よし、優秀だ。そのボードもやるよ。一緒にの、どこまでも波に乗っていくといい。おお、これでなんかじゃあ行けないところに行けるようになるんだな。なあ、あんたもピカチュウといつまでも仲良くな。そうだな。いつまでも仲良くしたい。グラパー、ポダック。これはオムナイト、オム。オムと言っていた。これ気になるな。ケンタロス、フンモッフ。フンモッフってあれじゃない、鈴宮春日の憂鬱でなんかそんなのが流行ってた気がする。そして凶悪恐ろしいポケモン、ラッキー。これジムかな。ゴーパーク、名物ゲーム、導いてポケモン。何のことでしょう。ちょっと入ってみましょう、ゴーパークに。トゥントゥク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 トゥン。めっちゃ襲われそう。あ、お姉さん、アツコ。あ、アツコここにいたな。ポケモン取りに行こうって言ったのに、コーチどこなのよ。ポケモン GO から連れてきたポケモンたちが GO パークで楽しそうにしている。あー、ポケモン GO と連動する何かなのかな。父さんとここで待ち合わせ。捕まえたポケモンもらうの早く帰ってこないかも。はぁ、あ。わーい、お姉ちゃんが僕のスイッチにポケモン送ってくれた。雑誌に捕まえたガルーラとポニータとミニリュウあげる。ゴーパークへようこそ。何をしますか？あー、なんだろう。連れてくる。ポケモン GO のポケモンをゴーパークに連れてこられます。あー、そういうことか。俺ポケモン GO やってないし、ちょっとやってたんだけど、だいたいドードーしかいないからダメだな。ちょっとよくわかんなかったけど、行ってみようかな。なんかできるかな、俺。ああ、連動させなきゃダメか。ということは、俺には関係のない場所だったらしい。残念。なんか遊びたかったけどな。ポケモン GO をやっていない私には用がありませんでした。ここは？触れ合いエリア事務局。ふむふむ。おう。サファリゾーン今週の目標、頑張ってポケモンより早起き。19番水道方面で金色に光る何かを見たぞ。すごいお宝かも。何でしょうか、それは。ヤドンさんってすごいポケモンに詳しいんだ。見たこともないポケモンの化石とか持ってるし。化石なら俺も持っているぞ。うちの園長、あだ名ヤドンって言うんです。ポケモンのヤドンってとぼけた感じでしょ。ほうほう。ガルギャゴンのポスターが貼ってある。かっこいいなぁ。あとこれさっきのやつだなぁ。お前か、ヤドンさんは。ヤドン園長。この間釣りに出かけてからというもの何やらずっとふにゃふにゃ言ってんだ。ボケたのか？ん？そのヤドン園長の姿が見当たらないぞ。ここにはいないのか？ふにゃふにゃ言ってるヤドン園長はどこへ？見当たらない。こいつか？お前がヤドン園長なのか？ふにゃふにゃ言ってるどころか、姿が変わってしまった。恐ろしい。おし、赤竹シティ。赤竹はピンク華やかな色。赤竹っていう色があるんだな。それは知らなかった。情報交換の場として留守中家を貸しとるんだが、ベテランたちの白熱した熱気でムンムンしとるよ。なるほど。ここかな？おわ、ムンムンしている、確かに。同じ、続けて同じポケモン捕まえると連続ゲット。
うまくつなげると色違いのポケモンが出やすくなるって噂だ。色違いってなんか聞いたことあるな。レアらしいね。道具を見つけやすくなる。あーこれは聞いたことあるな。お前はパイルの実食べさせてからポケモン捕まえるとその後道具見つけやすいよな。あ、それは知らなかった。ポケモンを捕獲する際ボーナスがつくケース。1、輪っかが小さい時に当てる。一発で捕まえるなど。うーん、なるほど。まあ、なんとなくは知ってます。お、裏から出たらアイテムをゲットできました。シルバーコロンを見つけたいよ。よし、ここは開いてないのか。触りゾーン、あ、副委員長の家か。ヤドンとやらがいるんだな。なんだこりゃ、明らかにこの後ろ行けそうだけど。強く押せば動かせそう。ぐぐぐ、俺の力では無理か。何か秘術がいるのかな。ファイヤーヘンヤーフハハホヘハヒホハホホヒヒホハホホヒ。はい、お、うわー、ダメだ。いいえ、入れ歯がないっぽい感じがするね。だから入れ歯なぞ持ってないぞ。ゴミ箱に捨てたんじゃないのか。そういうわけでもないか。おかしくなってしまったな、ヤドン園長。ふむふむ、こんなものなのか。いや、こっち側もあるね。あ、ジムあるんだな、ちゃんと。何ジムでしょうか。赤竹シティポケモンジムリーダー今日。毒のことなら何でもござれ。毒タイプか、次は。ジジイ。触りゾーンの入り口付近はポケモンとの触れ合いエリア、奥にはゴーパークがある。ふんふん。ジジイ。あんた、まさきのことを知っとるのかね。まさきはわしの孫じゃ。あー、まさきって関西弁の人か。多分そうだろう。園長、お年なのにすごく元気を。あー、やっぱ全部入れ歯なんだね。で、入れ歯をなくしているんだな。どっかにあるんだな。まさきの兄ちゃん、ポケモンの転送っていう仕事してるんだよ。はぁ、あ、はぁ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 。なるほど。あ、じゃあ、なんか水道で光ってたっていうのは入れ歯なのかもしれんな。なるほど。謎はすべて解けた。そこで入れ歯を見つけてくれば良いのだね。以前この家に住んでた忘れっぽおじいさん。ああ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 あ。いた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 。ポケモンセンターで便利。家賃が高い。なるほど。家賃も発生しているんだな。この国というか、この世界は。ポケモンセンターはとりあえず今は用がないかな。あ、いたな、こいつら。ゴーパークには珍しいポケモンいっぱいって聞いてきたのに。アプリとか連動とかよくわからなくて、ああ、私もです。怖くなって逃げちまったな。いやあ、どっかに儲け話転がってないかしらね。足元にコツンと硬い感触。掘り出してみようぜ。金ピカ用すごい宝見つけちゃった。あ、入れ歯だ。いくら金でもいらないな。やばい、バレた。お、入れ歯を押し付けてくれた。ありがとう。わざわざ。そいつはやるぜ。俺たちは忙しいんだ。手洗いたいし、さっさとずらかるわよ。いなくなった。やったー。なんの気なしに入れ歯をもらえたな。ああ、なんか恐ろしい。水泳帽をかぶった奴らがいる。じゃあ早速この入れ歯を渡せば、何かしらの情報をゲットできるというわけですね。サクサク進めたな。持ってきたぞ、ジジイ。ちょっと汚いですけど。急いで口にやめた。ジャリジャリしてると思いますけど。すらでジャリジャリや。いや、すんまへん。ほんま助かったわ。誰に何言うても全然通じんし、恥ずかしゅうて事務所にも顔出せへんかったんや。
そや坊主、俺にこれあげたるわ。サファリセット、お着替えか。さらにおまけやええこと教えたろ。手術、押し出しや。ベガベガじゃん。ベガベガ、お、なんやわ、なんや。坊主んとこはポケモンが、手術覚えよるんか。まあ、どっちでもええわ、こっち来てみ、あ、これであの岩をどかしてくれんだね。こういう大きな ブロックで、どっか洞窟なんかで見つかるときがある。これ力いっぱい押せば動かせるんやで、やり方は。あー、食いしばって一気に来いや。なるほど。ピカスケが秘術押し出しを覚えたいよ。以上で押し出しを覚えよった。坊主のピカチュウ頭ええな。せやろ。せやろがい。じゃあ早速押し出してみましょうか。いけピカスケ。ペガジュー。押し出しでブロックを押せるようになった。おー、いいね。押し出して、あ、暗い穴が、暗い穴がいるよ。あんな暗いアンナーから木の玉もらった。トモロー。どういうことだろう。またねってことかな。ピカスケがいろんな技を一気に覚えたな。いいですね。さて、このポケモンジムを攻略するべきなのかしらっていうとこだけど、ちょっと周りの様子も見てみようか。ポケモン図鑑作ってる子って君？お、大木戸博士の助手が来てた。なるほど。この上にいるのでは？いた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 。僕覚えてます？あ、覚えてる覚えてる。50種類集まっているのではないかな。おそらく。70種。いいね。何ですか？お！お前なんだよ。なくしてきてんじゃねえ。そいそいそいそーい。なんだこいつ。どういうこと？助手セット。何？あ、脱いだってこと？僕の白衣を君とポケモンのようにアレンジしてみたいよ。僕の大切な白衣大切に着てね。いらないけどな。お前の染みついた汗が滲んだ白衣はいらないが。ちょっといろいろ手に入れたんだよね。お着替え。じゃあまず。サファリセット。あー、なるほど。ジョシュキャップ。とりあえず、ジョシュのにしとこうか。上着は？あー、なるほど。まあ、白かな。ズボン。あー、迷彩柄なんだ。ここだけ迷彩なんだ。へー、じゃあこっち迷彩にしてみようか。で、靴。靴が、あー、なるほど。おしゃれだね、この靴。で、こっちにしようかな。で、バッグを、あー。まあ、サファリにしようかな。え、そしたらピカスケももらえてるのか？被害いっぱいもらえて嬉しいですね。あー、なるほど。こういうタイプか。まあ、こっちにしようかな。うわ、真っ白だ。あー、ちょっとかわいいか。白ってちょっと似合わない気もするけどな、ピカスケに。サファリにしよう。じゃ、帽子も。あー、かわいいかもしれない。これにしてみよう。よし。なかなか悪くなかったぞ。メガネを取ったらイケメンみたいなのはやめろよ。赤地区シティは珍しいポケモンいっぱいでうひょう。でも街のポケモンだから捕まえるのはダメ。なるほどね。みんなで飼ってるってのはそういうことか。海の向こうに小さな島が見える。大きな鳥がキラキラ光りながら海の方へ飛んでいく。何でしょうか。ちょっとわからないけど、火の鳥的なやつがいるのかな。こっちは？あ！マンドレ。ここにいたんだ、マンドレ。へぇー。あー、いた！なんだっけ？なんとかーだ。
なんとかだけ捕まえとこう。ケンタロス。うわー、こいつ捕まえづらいんだな。よい。エクセレンチ。こい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 。来ない。ちょっとボール、スーパーボールにしないとダメかもしれん。これでいける。グレート。グレートホーン。まさに。これぞ。ほい。よーし。オッケー。ケンタロスを捕まえた。あ、いいね。ピップ41。イーブン35。いいよ、ケンタロス。ノーマルっぽい感じあるけど。ノーマルか、暴れ牛ポケモン。スタミナに溢れた暴れん坊。走り出すと体当たりするまでどこまでもひたすら突き進む。なるほど。チョトスってことだね。よーし。じゃあ、ケンタロスの名前をつけてあげましょうか。なかなか想像しづらいけどな。ケンタロス難しいね。暴れ牛ポケモン。止まらない。なんだろうな。ちょっとな。はい。ケンタロスの名前は、メンテイにしました。免許停止っていうことね。止まれないから。ぶつかりすぎて。あとこのメンテイのテイが、馬蹄のテイにちょっとかかっているっていうのが、まあ、ポイントかな。メンテイにしましょう。オッケー。よーし、メンテ乗れそうだよね。あ、やばい。そういうつもりじゃなかったのに。しまったー。僕が口笛を吹いたりすると鳥ポケモンが飛んできたりするんだぜ。なるほど。でも鳥タイプだったら、うちの軽トラでいけるな、モトキ。どうとり、お行け、軽トラ。軽トラの岩落とし。おお、飛び蹴り。うわー、格闘技か。軽トラー、くっそー、許さん。軽トラが飛び蹴りで壊されてしまった。許さんぞ、貴様。うちのピカスケでぶっ潰してやるからな。貴様は許さん。10万ボルトでぶっ潰してやる。ぬん。はい。どうじゃい。飛び蹴りなんて技使うんだ。強そうだね、確かにね。ふっ、悲しいね。こっちじゃい、悲しいのは。軽トラを蹴りで止められるとは思わなかった。僕のようなタイプは勝負ごとには向いてないのかな。そうかもしれん。この先はお姉さんばかりか。まあじゃあ、とりあえず、待ち、うわー、なんだあれ、なんだあれ、飛んでっちゃった。なんか変なのいたなー、今。あ、俺なんか、ピカスケとお揃いで、ちょっと可愛いな。一回戻ろう。じゃあ、とりあえず今日はこの辺にしておきましょうかね。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。